皆さんこんにちは、ミニッツ開発リーダーの岩崎です。今日は、ミニッツ、RWD、 ここが知りたいミニッツ RWD の第3回目ですね。前回の2回目に続いて、ステアリングのトリムと前回予告したこちらのデュアルレートですね、こちらの説明をしたいと思います。はい、早速トリムなんですけれども、このように広い場所ですね。ちなみにここ協商の会議室なんですけども、皆さんの会社にもあるかと思いますけども、こういうカーペットですね、カーペットの上で今日は調整したいと思います。はい、では行ってみます。まず、ステアリングに触らずですね、まっすぐ走ってみます。するとこのようにですね、今車が非常に右に流れます。帰ってきますね。同じように右に流れます。まっすぐ走らなくてですね、右に流れる場合はこのステアリングのトリムをですね、左にこのように回します。右に流れる場合は左に、左に流れる場合は右に回します。この回す量というのはですね、その都度走らせながら調整するという形です。今ちょっと左に回しましたので、もう一回走ってみます。はい、このようにほぼまっすぐ走るようになりましたね。帰ってくるときもですね、ちょっと左に流れますね。これは絨毯の目がですね、こっちの行きの方のこの目と帰ってくる方で絨毯の目が若干異なるので、全てにおいて完全に直進するというのは実はちょっと難しかったりします。そういうものもですね、加味して調整するようにしてください。まあ、だいたいこんな感じですかね。はい、それでは次にこのデュアルレート調整をしたいと思います。この一番端っこのですね、 STDR と書いてあるトリムになりますけれども、これはですね、今、一番右に回し切ったところで固定されてますけれども、出荷状態もこの状態なんですけれども、実はこれを回すとですね、この回転半径が変わりますね。今すごくこういうふうに小回りが効く状態になっています。これをですね、半分ぐらいまでちょっと極端に戻してみますね。今ちょうど半分ぐらいです。そうするとこのようにですね、ステアリングを目いっぱい切ってもすごいこう回転半径が大きくなるのが分かるかと思います。これは右と左がですね、同時に変わるようになっています。右も左も同時に、先ほどのものより約半分の回転半径になりますね。これがデュアルレートという機能です。で、このデュアルレートをですね、もしコースで走らせる場合はですね、またちょっとおすすめがあります。はい、こちら、競争のレースでも使っているブレタンサーキットの50というものになるんですけども、こちらのコースを例にとってみると、回転半径というのはですね、だいたいこの2マス、今ぶつかってしまいましたね、この2マスを回れるぐらいに調整してあげると走らせやすいです。今端から端でこのようにですね、全開固定でだいたいこう一周回れるぐらいですね。反対側もこのように回れるぐらい、このぐらいの打角量で調整してあげるとコースはこのようにですね、こう走らせやすいかなと思います。一つこれを目安に調整してみると走らせやすいかと思います。今日はですね、ミニッツ RWD シリーズのステアリングトリムと、デュアルレートの説明をしました。